ワンアウトランナー一塁です。インサイド打って左中間、ワンバウンドヒットになる松原は二塁ストップです。ワンアウトランナー二塁一塁、坂本に久しぶりにヒットが飛び出しました。9月11日以来のヒットです。これでワンアウトランナー二塁一塁、インサイドのボールでした、ね、インローの低い、ね、難しいボールなんですけどね、怖いクリーンナップ、いやうまく打っていきました坂本です。これはさあ破っていきます。俊足の吉川がどうか、三塁を回って帰ってきました。いやいいですね、いやあっという間に帰ってきます。はい、まあツーアウトだったからとはいえ、いやもうクロスプレーにもならないですね。ですよね、はい、あっという間に帰ってきました。今日のヒットはいずれも坂本、今度はタイムリー、これも低めのボールなんですけどね、難しい球ですけどね、これが坂本のバッティング。